毎週月曜日のこの時間は松尾清のブラッシュアップです。さあ松尾さん、今日のニュース話題は何でしょうか。はい、えー、今日お伝えしますのはこれはあのー、僕の出身校でもあるんですけれども、はい、あの福岡市早良区に支にあります、えー、県立週刊高等学校という校がありますが、はいえー、そこのあのー、卒業生のお二人がはい、えー。えー えー、いわゆるそのヘイト裁判というもので、うん、原告、被告に分かれてってことですかねそうなんですよね、その1回目の口頭弁論というのが先週5月30日に行われまして東京地方裁判所であったそうですね、えー、そうなんですよね。あですね福岡ではな そうなんですそれで今年の3月に東京地裁に訴状が出されてで、まあ、その1回目の,あの裁判5月30日に行われたということなんですが僕もそれ傍聴してまいりましてその後の記者会見というのに、うんえー、参加しまして、うんあのー、残念ながら福岡のメディアでは、うんえー、大きく取り上げられてない。 かもしれませんが、まあ、何しろ東京地裁でのことなので、東京新聞ですとか、神奈川新聞とか、えー、まあ首都圏のうん、うん、え新聞、あとまあ朝日毎日の方いろいろいらしてましたね、そのことをご報告しながら、うん、えちょっと一緒にこの、まあ、なぜこういうことが起きたのかということ、あと、まああの そうですね人の尊厳みたいなことについてお話しできればなというふうに思っておりまずその、えー、新聞記事というものに、はいえー、僕の名前も僕のコメントなんかも出てますんで、はい、えっとまずそうですねそこから。 話していけばいいけばちょっとそこだけ、まずお伝えしましょうかね、あのー、はい、この東京新聞からですが、訴状によると、福岡県の高校の同学年だった男性から、2021年3月から今年1月にかけて、X で、Q、旧ツイッターですね、こちらで、在日の、 君ですかね、はい、在日金君との言葉を使われながら、はい、朝鮮人ってやっぱりバカだね、救いようがないよなとか、えー、もう日本にたかるのやめないなどと人格を侵害したり、名誉を損なわせたりする投稿を15件繰り返されたと主張、金さんは精神的苦痛を受けたとして、慰謝料など110万円の支払いを求めているということです。はい えー、これはお二人もう、えっと、年齢で言いますとおもうすぐ70歳69歳という形なんですね<ー>ですからもう50年前に同級生だったと、はい、いうことなんですがこのお、えー、金さんあの福岡にいらっしゃる時は、えー、林さんという名前を名乗っていたそうなんですけども、はい、えっと東京の上智大学に進学されるタイミングであの金という うんえー、まあその民族名を名乗り出して、はいええ、でその同学年だった男性の方、まあ、ここでちょっと名前を出すの控えた方がいいのかななんですが、はいですね、えっとそれがまあ60代になってかもつい最近ですからね2021年とかになってうん,うんあの、まあ、そういういわゆる。 ヘイトと言われる類の言葉を書くようになったということなんですよね。うん、そうですね。で、この、金さんという方、大変あの、まあ、かつて広告業界で活躍されて、ま、ご著書もあるような言葉の世界に生きてる人なんで、大変あの、表現力豊かで、<ー>その意見陳述なんかでも、 まあちょっとこう詩的な表現というかねあの文学的な表現なんかうんえもう交えてお話しされてまあ自分にとってその故郷とはという話をなさってましてはいその故郷っていうのはその場所だけじゃなくてその,あの、まあ、自分のそのなんて言うんでしょうね価値観とか情緒が形成されるような時期に 見たものとか触れ合った人とかそういったものは故郷であってこれはだから今の自分が傷つけられているとかっていうことだけじゃなくて思い出まで既存されてしまうんだというお話で,ででその例えば民族であるとか人種であるとかあるいは国籍そういったもの,あの自分ではあのか変えることが容易ではない という属性がありますよね。はい。で、そこを、おお、罵ったりするという。ということは。うん。うん。その例えば。あの、あれです。一対一の人間で。あなたのこと嫌いだとかっていうのは、も逆に。そういうことは風通しとか、お話しすればいいと思うんだけれども。うん。あのー。あなたは。何民族だから。ダメだとか。で、その。民族を。 うん、まあ低くうまあなんていうのかなうんヘイトするっていうね侮辱するっていうことまあこの金さんの,あの親御さんのこととかもまあこの被告はいろいろ言うわけですね。で、まあ、金さんに言わせるとまあそれはうん、まあ、人の親をからかうっていうのはその,その民族を と民族だそのそういう人間として低いあるいは人間ではないという扱いにつながるということはあのまあそれこそあのホロコーストであるとかまあ今のガザで起きているジェノサイドとかそういったことにつながる危険な発想ではないかっていうような、まあ、割とこう社会 的な見地でお話しなさってるんですね。うん、大変、うん、あの、性的、理性的な方であり。で、まあ、あの、同級生で、うん、あの、旧大の名誉教授の、あの、津崎兼明さんって、あの、鉄の研究で大変有名な方いらっしゃいますけども、その方も、まあ、あの、記者会見にお出になりまして、はい、あの、お話しされてましたけども、うん、この、なんていうのかな、あの、人っていうのは、この、うぶすな、 自分がどうやって、えー、生まれて育んできたかっていうその環境っていうのがその人の尊厳につながるわけで、うん、そこを損ねられるというのはもうあの単に仲高いとかそういうことじゃないんだとだから、うん、同級生同士の喧嘩みたいな形で賠償化されるっていうのが一番危険なんだという話をなさってましたね。うん、あのつまり日本社会全体の問題ではないかと、うん このあたり詳しくあのネットであの東京新聞ですとかあるいはその記者会見の YouTube 乗り越えネットってところの YouTube にあの、うん、金さんも津崎さんも僕も出てますからあのご覧いただければと思うんですけど僕は、ね、あのその金さんってこの日初対面だったんですよ。ただちょっと 共通の知人を介して松尾さんの母校でこんなことが起こってるの知ってますかって言われてちょっとびっくりしちゃって、うん、自分もうそこで急にやっぱ当事者意識が湧きますよね。うん、僕も,もうあの進学で東京にやってきた一人なんで<え>そのねやっぱりその地元の友達って心強いじゃないですか、はい、であの福岡で知り合って東京で生活する時にこう寄り添うような気持ちとかあって。 うん、その相手がある時急に「松尾はのどこどこの生まれだろ」って言ってそれであのネットに書き散らすとかってちょっと想像したくないような出来事なんですがでもね僕ゆえに思うんですけどその僕はもう今金さんに同情する気持ちっていうのはもちろんあるんですがこれ僕も気をつけないと。 こう自分の中で、自分の胸の中にある金を常にこう鳴らしておかないと、この分断する側、あるいは、その、金さんを責め立てる側、という、被告男性の立場になる可能性もある、それぐらいの弱さがあるな、というふうにも思いました。うん。うん、なん、なんていうのかな、あの、やっぱりそういう、 過逆する側の快感みたいなものっていうのは恐ろしいことにまあ生活する中随所に転がってるなと思うんですよ。うん、あの本当子どもたち同士のこうたわいのないいじめみたいなものを親がなぜ注意しなきゃいけないかっていうと、うん、あのやっぱりそのまま放置しておくとそれをあのちょっと 快感として捉えてしまうような機能が残念ながら人間にはあるのかなっていう気もするんですね。そういうのはなんかこの同級生のお二人のやりとりとか見てると、ええ、もうあの悪い人どっちかって割とはっきりしてるような類の話に僕なんか見えちゃうんですね。あの双方言い分あるにしてもですけども。ええ、けど問題はな,なぜその 50年ぐらい仲良くしてきた人が急にそうなっちゃう。お前と口利かないっていうことだったらよくある話かもしれないんだけども、その人の、まあ、いわゆる血であるとかね、出自、うん、っていうところまで言及するっていうのは、まあ、なんか今あの、社会問題化してる、その高齢化して、えー、思想が、 あの極端に受け入れ化したりする人が多くなってるっていうのは、まあ、最近よく社会問題として言われてますが、うん、まあその一つがここで現れてるのかなという気もしますし、これちょっとあの、なんていうのかな、客観的、はい、より客観的に捉えた方のお一人で、うんうん、ブレイディ・ミカコさんっていう、僕はい、1>, 1年生の時の3年生だった人ですが、あのえっと、イギリスからね、あのうん いいろろ社会への提言とか発信していることで知られている方ですが、彼女が今回、あのこれに関してコメント寄せられているので、ちょっと一部、田畑さに読んでいただけますかねちょっとお時間の方が切ってしまいましたもう短く言いますね、今回の書状に記載された投稿記事の数々は、人道の観点のみならず、法的にも許されないことを明確に主張していかなければ、日本は人権問題に難がある国という対外的印象を裏付け,る裏付けすることになってしまいます。大人ははそののような社会を未来の世代に残すべきではありません などと、えー、ままられておりますすそうですねやっぱり、はい、自民の権利を保守するっていう表現を<れ>あのブレイジーさんお使いになってましたけどまさにね、これ、いつ自分が被害者に、はい、あるいは加害者になってしまうかもしれないっていう意識でこの問題捉えていただければとう、ね、もう福岡の皆さんにもこれあの、広く知って考えていただきたいなと思って今日、えー 極力客観性を担保しながらお話しさせていただきました、はいえー、原告被告それぞれの主張が行われた後まあ判決ということになるんですがその判決が社会に対してまあどういうメッセージになるのかそのあたりも注目したいと思います松尾清のブラッシュアップでしたここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します 引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、ユーチューブミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。